爆竹現象2023の発表を見て僕は驚きはしなかったんですよね。僕が知ってる爆竹というバンドはそういうことをするバンドだって納得したっていうかね、昔のネット用語で言うところの知ってた速報みたいな感覚で見たっていう感じですね。まあ、これがね、もしメンバー1人が誰か脱退して4人で再出発っていう状況だったとしたら僕もさすがにへこんだと思うんですけども、今回に関して言うとね、まあ心配だとかどうなるんだろう、複雑だとか、桜井さんがいないんだったらもう見たくないですとか、いろいろこう SNS で可視化されていろんな考えを見かけるんですけども、僕はちっとも揺るがなくて、すごい爆竹で僕の中では強固なので、例えば50年後僕が100歳ぐらいになった時って、もしかしたらメンバーの皆さんもね、こっちの世にいるのは1人か2人ぐらいになってるかもしれないけれども、それでもその人が爆竹を背負ってやってくれるんだったら僕が応援しますよって迷いなく思うんですよ、という話を今日しようと思うので、会わないと思う人はさっといなくなった方がいいかと思います。僕はもう本当に、まあ、極端なぐらい爆竹っていうものを強い存在だと思ってるので。はい、皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。青森に住む爆竹大好きおじさんです。僕がね、爆竹こうなったら嫌だなって思うことは一つ挙げるとすれば風化ですよ。例えば爆竹さんがもう今後あの4人で活動しないってなったとして、誰か人に話すときに、昔爆竹というバンドがあってそこでボーカルをしてた桜井さんがってなるのが嫌。爆竹さんが活動してる限り、爆竹でイゾラまでボーカルをしてた桜井さんがあって、そういう状況であると桜井さんもまた風化しないで居続けられるっていう感じですね。それはほら、家とかでも住む人がいなくなると途端にこうボロボロになっていくし、車の営業車とかも毎日長距離乗ってるようなのって30万キロを超えてもピンピン普通に走るのに、1ヶ月に1回ぐらいしかエンジンかけない車ってすぐこう調子悪くなるような、そういう感じですよ。常に爆竹が動いてくれることで桜井さんもまた動き続けるっていう風に思うっていうのが一つと、もちろん桜井さんの代わりっていうのは絶対いなくて、それこそもうこういう風に想像してもらえれば僕のこう言いたいことはなんとなく分かってもらえるよなっていう変な例えになるんですけど、吉野家で牛肉が使えなくなった状況っていう感じかな。もう牛肉が入っていない吉野家の牛丼なんてもう牛丼じゃないから行きたくないですっていなくなってしまう人が大勢出るっていうことはまあ分かるんですよ。でもそうは言っても僕はその吉野家まで失われたくないっていうかね、あの玉ねぎ甘じょっぱく甘辛くっていうのかな、味のついた玉ねぎが乗って牛丼の汁がかかって紅生姜乗せて生卵溶いて食べる、肉が入ってなかったとしてもそれはそれで他に変わるものがない吉野家の味っていうふうに思うので、もちろん牛肉があった頃を知ってるのでそれとはまた違うものなんだけども、完全にお店までなくなってその味まで失われてしまうっていうのはいかがなものかと思っちゃうわけですよ。その牛肉が入ってない牛丼出すことをよく思わない人もいるだろう、でもそうやって続けてるうちに、なんとなくお店を回してるうちに新しい方向性っていうのが見えてきて、落ち着くところに、ね、今までとは違うところとして落ち着くところに新商品かもしれないしね、この何かしらいいアイデアが浮かんでくるんじゃないかなって思って、そこら辺はやっぱり今井さんに期待してる部分で、まあ単純にね、牛肉がないから豚肉でとか鶏肉でとかそういうことだとやっぱり反感を買うと思うんですけども、そうではなくてこう違う方向性を今井さんは未来を見せてくれるんじゃないかなって、僕はずっとこう応援してきてそういう風に勝手にこう期待しちゃうぐらいの人なので、まあ今井さんだけじゃないけどね、今こちらの世界にいる4人には期待してるので、まあだからもうその爆竹現象2023で動き出すというのは全然僕にとっては自然なことだったんですよ。それが動き出さなかったら桜井さんもまた一緒に風化していっちゃうなって寂しく思うんだけども、爆竹が動いてくれるなら、まあ、桜井さんもまたそれと一緒に生き続けるんじゃないかなという感じの考え方を僕はしてるので、
まあ爆竹現象の開催に関しては不安もなければ心配もなければ複雑に思うこともなく、そう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 やってやってっていうふうに単純にシンプルに思ってますよ。これからも爆竹応援するからね。